デッキ剥がれ出した舛添さん、このままトミーも巻き添えか、叩くほどに埃が出る、こんな都知事埃も出る、鉄で使って通う別荘、温泉使ってこりゃ嬉しそう、タクシーじゃねえぞ公用車は、さすがは政界の成功者だ、てか公務の準備ならば事務所でよくね、それで通るの筋、報告書に誤って記載、それじゃ得られん都民の理解、会計士の責任ではないと何度も強調、誘う同情、部下をかばう上司のつもりか、弁明も棒読み、嘘偽りか、経費がバガバ、税金猫ババ、ネズミ男のつまみ食いが止まらん、いくらなんでも許すぎじゃねえか、世間もこれじゃ許す気はねえな、経費がバガバ、税金猫ババ、ネズミ男のつまみ食いが止まらん、いくらなんでも許すぎじゃねえか、世間もこれじゃ許す気はねえな、自慢の合格生かし都市外交、世界の要人たちに恥じないよう、やたらと金かける裏外傷、本当に必要疑うよ、一泊15万円条例は無視、ちょっと待って安倍さんでも一泊2万使いすぎだろ失脚しな、急な面会とか妙な弁解すんじゃねえぞ、てか見せろよ給与明細、4年後の東京五輪考えりゃ当然無理もない、つまりこれ必要経費、そこまで必要ねえし、出張の成果実情不透明、どうしようもない公私混同、ほぼ非合法もうしろよ、経費がバガバ、税金猫ババ、ネズミ男のつまみ食いが止まらん、いくらなんでも許すぎじゃねえか、世間もこれじゃ許す気はねえな、経費がバガバ、税金猫ババ、ネズミ男のつまみ食いが止まらん、いくらなんでも許すぎじゃねえか、世間もこれじゃ許す気はねえな、